兄ちゃん、来てくれたんだ。ねえ、ちょっとだけお話ししたいな。もちろんいいよ。あのね、私、怖い夢を見たんだ。怖い夢？うん、世界の全部が私のことをわからなくなっちゃう夢なんだ。どれだけ呼んでも叫んでも誰も気づいてくれない一人ぼっちになっちゃう夢。変だよね、お兄ちゃんやみんながいるのに。絶対に一人になんかしない。だから大丈夫だ。うん、ありがとうお兄ちゃん。そうだよね、お兄ちゃんがこうやって会いに来てくれるもんね。それにね、私の妹たち、チキたちが歌を運んでくれるときは世界とつながってるって感じるの。私の体は妹たちが運んでくれるパフォーマーでできてるから当たり前なんだけどね。だったら俺も曲作ってみようかな。え？チキがもっと世界とのつながりを感じられるように。本当に？本当に作ってくれるの？うん。うわーい、約束だからね。任せてくれ。え？うん、そうだな。けど、いつき？なるほど。うん。ねえねえ、いないな。月嫁ピー、また見なくなっちゃったな。そうだね、あの人だけじゃなくて他のピーも最近曲作ってないみたいだし、そろそろ月も下火なのかもな。そうね、最近チキ界隈元気ないしな。またクロム、どう思う？ああ、ミラージュが絡んでいるのかもしれない。チキに供給されるパフォーマーが減ったせいで悪夢を見たのだろうか。もしミラージュ絡みだとすると怪しいのは106か。ああ、以前チキヨメ P があの場所に迷い込んだこととも関係があるのかもしれない。行ってみよう。
イツキ、かすかだが、チキヨメ P の気配を感じる。わかるのか？あの少女も強力なパフォーマーを持っているからな。それほどのパフォーマーだ。狙っているミラージュがいてもおかしくない。先を急ごう。清めさん、よく来たな。なんというパフォーマーの量だ。以前感じた気配はこの男だったのか。やはりこいつらのパフォーマーはわしによく馴染むわ。思わぬ広いものをしたものよ。こいつ、他のミラージュと違う。なんだこの感じは。チキ、いや、以前戦った社の偽物に近い。まさか、龍石？あいつ、一体何を。わしの気が勝利の予感に逆立つ。わしこそが無敗の将。こやつらを救いたるは見事この踏み取ってみせい。気をつけろ、イツキ。あのミラージュ、かなり手強いぞ。だとしても引くわけにはいかない。行こう、クロム。わしの毛が勝利に湧き立つ。イツキ、必ず奴らを止めるぞ。了解。難しいかも。一か八かで。準備 OK だよ。走れ、内向。よし、この隙に今よ。あとは任せた。次頼むぜ。気合い入れなさい。パスです。超この戦い絶対負けられないよ。いいね。かわせないよ。あれ、この日を逃すな。やれ。気合い入れなさい。頼みます。ちょくらえよ。くらえよ。ほら、勝つわよ。よし。ごめん。ありがとう。もうダメかも。任せて。助かった。俺に任せて。その技では効果が薄いぞ。まずいな。いいわよ。走れ、内向。よし、この隙に。次だ。いけるわね。まとめて片付けてやるぜ。今よ。ズモン、わかったよ。わかったよ。そんな攻撃、立ちなさい。助かった。はっ、もうひと頑張りだよ。ありがとう。これなら
いいわよ。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。難しいかも。キル。ここか。あとは任せた。気合い入れなさい。次頼むぜ。わかるだろう。かわいいのよ、正義なのよ。シーダの唇すごく柔らかそう。まだまだ。つば、な、何を。いいわね、クロム。解き放つ。やれ。あとはよろしくね。繋いでくれ。どうかしら、ほとばしれ。やったわ。えい、いって。うわん、だなぁ。やっ、俺たちがやるんだ。つなぎなさい。走れ、内向。ここか。つないで頼みます。私は倒れてられないのよ。よし。くらい。はっ、みんな。くらい。クロム、まだいけるか。無論だ。俺に任せて。私頑張るね。もうへばったの。まだまだいけるわ。この日を逃すな。はっ。遊んであげる。この日を逃すな。行くなよ。行って。何かけろ。頼んだわよ。頼みます。それ取ってこい。うわん。おお。よくできました。助かった。頼んだわよ。OK、 繋いでくれ。次。わかるだろう。わかるだろう。私はミラージュマスターだから。助かった。落ち着いて、集中して。助かった。ここで決めよう。バッチリ合わせるからね。走れ、ナイコー。ここか。お願い。次。ズルモーリー、これが決まる。一件落着かな。より貴族的なこの力で華麗なる戦いを。我が力受け取れ。やったな、やったな。いいか、
ここは一体新曲作らなきゃ。大丈夫？よかった。あ、親切な人だ。また助けてくれたのですね。どうもありがとうございました。いえ、お礼にドーナツ差し上げましょうか。ああ、それはもういいんだけど。じゃあ私はどうすれば。あ、ヘッドホンはあげませんよ。俺に作曲を教えてくれないかな。そんなことでいいんですか。親切なばかりでなく無欲なのですね。それならお安いご用です。早速カフェでやりましょう。ありがとう。それじゃあ一旦安全な場所まで案内するよ。どれだけ親切なんですか、あなたは。え？ですがそれには及びませんよ。一度来たことがあるので一人で帰れます。あ、とりあえず残った人を渋谷に返さなきゃ。いつき、これを見ろ。流石のかけらだ。かけらと呼ぶには小さすぎるが。もしかしてこれってチキの？おそらくそうだ。飛び散った小さな破片があのミラージュの手に落ちたんだろうな。これがあったから、奴は彼らのパフォーマーを効率よく集め、効果を倍化させていたのかもしれない。だったら、後でチキに返してあげよう。そうだな。あ、来ましたね。無欲かつ親切な人。俺、葵いつきって言うんだ。名乗るの遅れちゃったけど、よろしくね。そうなんですか。では、早速始めましょうか。とはいうものの、何をどう教えたものか。だいたいいつも、シュピーン、パシャーって作っちゃうので。シュピン？あー、まずは歌詞を書いてみたらどうでしょう。曲が作りたいということは何らかの思いを届けたいということですよね。その相手を思い浮かべて書けばいいと思います。
なるほど、やってみよう。次は曲なんですが、どうしたものでしょう。まあ、あれです。大事なのはノリです。いい感じにやってみてください。もうちょっと具体的に。これだって思ったフレーズができたら、それを引き立たせるように周りを固めていけばいいと思います。やってみるよ。こんな感じかな。いいんじゃないですか？よくわからないんですが。そんな。そんなもんですよ、曲なんて。正解なんてないんで。でもチキに対する思いみたいなのは伝わってきたんで、きっとこれはいい曲です。まるで実在のチキに語りかけてるかのよう、痛々しいまでの妄想力の使い手ですね。私ほどではないですが。早速アップロードです。全世界の人にこの恥ずかしい曲を聴いてもらいましょう。ちょっと待って、これ一番最初に聞かせたい人がいるんだ。そうなんですか、リア充なんですね。爆発すればいいと思いますが。で、とにかくありがとうね。これならきっと喜んでもらえると思う。よくわからないんですが頑張ってください。親切で無欲で痛々しいリア充の人。どうかな。ありがとう。私、お兄ちゃんと世界とつながってる。ありがとう、お兄ちゃん。よかった。あ、そうだ、あとこれもイドラスフィアで拾ったんだ。触れるよ。私、お兄ちゃんに触れる。実体化したのか。一体どうして。わかんない。きっとお兄ちゃんの気持ちがこもったこの曲が奇跡を起こしたんだよ。今ならもしかして。とりあえずどうする。あのね、私本当のドーナツ食べてみたい。それとね、
界を歩いてみたい。あとね、あとね、全部やろ。いいの？任せて。じゃああとね、ライブやってみたい、みんなみたいに。任せて。よかった。これがみんながいつもやってることなんだね。アイドルデビューしちゃいなよ。さっきのライブすごく良かったし、チキなら人気出るんじゃないかな。これからいろいろやってやりたいことを探していけばいいんだ。ドーナツもとっても美味しかったしね。他にも美味しいものあるよ。ドーナツだけじゃなくてね、いろいろ教えてあげるよ。ありがとう、お兄ちゃん。でも、ごめんね、無理みたい。チキ？もう時間切れ。そんな、今日は楽しかった、幸せだった。お兄ちゃん、私のお願いいっぱい聞いてくれてありがとう。そんな楽しかったってなんだよ。せっかく外に出られるようになったんじゃないか。ごめんね。消えるな、チキ。消えないでくれ。おかえりなさい、
なんかごめんね、気づいたらここに戻ってたみたいで、あのちっちゃな流石の効果が切れただけだったみたい。俺、てっきりチキが消えちゃったのかと。私にはまだここでやらなきゃいけないことがあるもん。そう簡単にはいなくならないよ。この世界の人間はな、ああいう消え方されたらいなくなっちゃったって思うものなんだ。う、心配かけちゃってごめんなさい。でも本当によかった、本当に。お兄ちゃん大好き。ん？なんでもない。新しいカルネージ、新しいレディアントス、どんなのができるんだ。それじゃあユニティするよ。いくよ、レディアントユニティ。シーダ翼よし。
大成功。次はね。これでいいかな？それじゃあユニティするよ。いくよ。カルネージユニティ。カルネージフォーム。今作ったカルネージ、これでいいかな？お兄ちゃん、今ならカルネージをもっともっと強くできるかもしれないよ。パフォーマー使っていい？やった！私頑張ってみるね。それじゃあユニティするよ。行くよ。カルネージユニティ。はあ、蹴散らすわよ。次は何をするの？パフォーマーが集まったらまた来てね。